はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回は、僕の大好きな恐竜、こいつですね、ギガントサウルス、こいつを作っていきたいと思います。なんでかっていうと、ギガントサウルスでバトルしてくださいっていう、リクエストがあったんですよね。でも今のところ消えちゃって、このギガントサウルスももう全部消えちゃって手持ちいなかったので、まあ、作るところからいきましょうということで作っていきたいと思います。はい、いやかっこいいですね、十分ね。ちょっと洞窟通のちょっと形がちょっと違うんだけど、実際はこれ T-Rex のやつをちょっと流用されてるので、ちょっと実際違うんだけど、まあそれでもなんかこうかっこよさがあるよね。なんかちょっとこう首がすんごい太くてさ、こう顔先に向かってシュッとこうスリム、すごいこうなんつうのかな、だからスタイリッシュっていうのかな、すごいかっこいいよね、なんか。ということで行きましょうか、餌やり。おお、ギガントサウルス、いやこいつは本当にね、実在する恐竜で僕が一番大好きな恐竜なんで、特に2回進化の見た目が一番好きですね。3回進化はちょっと背中になんか重きとなんかハリセンボンみたいなね、なんかトゲ、剣山みたいなトゲが生えて、なんかちょっと違和感がありまくるっていう感じですよね、ギガントサウルスはね。はい、ということでピアノ実施しましょう。はい、お、一回進化はどんなだったかな、ちょっと一回進化覚えてないな、ちょっと。オレンジっぽいのかな、ちょっと。まあ、かっこいい。あー、なるほど。いいね。十分かっこいいね。おー。いいね、いいね。十分かっこいいね。いやー、ギガノサウルスか。作るの。もう何年ぶりだろうっていう感じですね。まあ普通のレアっていう分類なんで、こうやって成功率も高いですね。はい、で第2世代の、T-Rex とか来てますけど、ギガノサウルスも来てくれるんだろうかねっていうか、来てもらわないと困るよっていう感じなんですけど。はい、ギガノサウルスの第2世代とかね、レジェンドで、むしろリミテッドとか VIP でもいいよっていうぐらいの勢いですよね。はい、僕の中では。さあ、ギガノサウルスの1回進化の、4ペアですね。4ペアできましたね。こんな感じで。まあ、かっこいいね。こっから2回進化になるときが、すごいかっこいいですよね。はい、2回進化行ってみましょう。はい、これですよね。この赤いっていうよりはなんかピンクっぽい、赤、これですよね。これかっこいいよね。これかっこいい、本当に。これかっこいいわ。このピンク色っていう、この肉食、大型肉食で、ピンク色っていうやつなかなかいないんじゃないの？こうピンク色と黒色。この組み合わせがね、めっちゃかっこいい。個人的にめっちゃこれ好きなんだよな。これほんとかっこいいわ。これが3回進化。これちょっとだけ背中にちょこっとだけトゲが生えたぐらいでよかったんだけど、ちょっと3回進化化けすぎて色もめっちゃ変わってみたいな感じなんですよね。さあ、さらに2回進化で作っていきましょう。はい。ギガントサウルスは2回進化が一番かっこいいんだよな。ギガントサウルスといえば、なんかこのピンク色みたいな、なんか肌色みたいな、この色がね、特徴的なんですよね。なんか、昔の、ディノクライシス2っていうゲームから、そうなんですけど、何かの、多分誰かのイラストを参考にしたんだと思うんですけど、この色合いがね、もう定着してますよね、ギガントサウルスといえば。なんか肌色のような、ピンクっぽい色のようなっていう感じのね。なんかこう、T-Rex よりか、デカブツにして、なんかその、優しい色っていうかさ、なんかそのギャップがいいよね、またね。それが最高。本当にね。ギガントサウルス。はい。いやー、いいね。こんな、
こんな風にペットみたいに飼えたらいいな。はーい、かっこいいですね。うん。さあ、じゃあ3回進化の時いきますか。3回進化。いやー、もったいないな、この2回進化のね、これほんと最高にかっこいいんだけどな、見た目が。3回進化になったとね、一気に、ちょっと化けすぎるっていう感じなんでね。まあ、行きますか。はい。これね、この一見、こう、赤い部分が、こういうアイコン的にこう変わってないんだけども、実際かなり変わって、本当に赤色になっちゃうんだよね、これ。まあ、ちょっとやりすぎかなと。で、黒いところもちょっと緑色っぽくなってるしね、これがなんかちょっと、色合い的になんかこう、不釣り合いで、なんかちょっと違和感があるよね、やっぱ。で、なぜか、トサカが生えてるしっていうね、ところも違和感があるんですよね。これちょっと、2回進化のやつがやっぱ一番いいわ。ちょっとこれは、ちょっと違和感がありすぎっていう感じですね。トゲがね、トゲもこんなまっすぐにこう剣山みたいなトゲ、ちょっと生えるのもちょっとおかしいなっていう感じだしな。ギガノトサウルス、本当に2回進化のね、ピンク色と黒色のやつが本当最高にかっこよくて、当時はね、あれなんで、あれがね、ティラノサウルスとか、あとはティラノティタンとか、そういうやつよりも、弱いんだと。性能的に弱いんだと。あとはレアリティ的にもなんでこんな低いんだと。っていうことをね、ジュラシックワールドの公式サイト、まあ、Facebook ですけど、そっちの方で言ったことがあります。はい。そしたら、まあ、大体は、まあ、大体の人も、まあまあ、そう思ってる人も、まあ、いて、まあ、ラジャステガぐらいのステータスには、せめてすべきだろうみたいなね、感じで言ってた人もいましたね。やっぱギガノプサウルスは偉大ですよ。T-Rex を超えてる巨大、超巨大肉食恐竜なんですからね。さあ、できましたが、どうでしょう。めちゃかっこいい。ちょっと生態見ていこうか。そういえば見たことなかったな、生態。ギガノプサウルスは世界最大級の陸上の肉食恐竜として知られる。まあそうですよね。ティラノサウルスを超えたからね。ティラノサウルスは、南の巨大なトカゲという意味だ。約9700万年前のアルゼンチンに生息していた。9700万年前とかすごいね。これかっこいいよね、この見た目。ティラノサウルスの、新型でいいのかな ?DNA は、獰猛なインドミナスレックスを作り出すために使用させる。あ、そう。ギガノサウルスの DNA も使われてんだよね。インドミナスレックス作るために。特に頭骨なんかが、大きし、そのまま使われてるなっていう感じがしたんだけど、あれね、頭骨めっちゃ似てるよね。ギガノサウルスにね。で、ギガノサウルスの噛む力はティラノサウルスの3分の1だが、それでも人間を半分に引き裂くほど、強い。まあ、そりゃそうでしょう。ティラノサウルスの3分の1っつっても、ティラノサウルスめちゃくちゃ強くて、まあ、攻撃力はめちゃくちゃ強い。でもさ、それの、3分の1って言うの、そのめちゃくちゃ強い攻撃力の3分の1だから、ね、めっちゃ強いよね、それでも。で、なおかつ、ギガノサウルスの歯っていうのは、こう、ノコギリ状になってて、なんかこう、なんつうかな、T-Rex はこう、骨ごと噛み砕いて、もう食べるみたいな感じだけども、ギガノサウルスはこう、細かくスライスして食べるみたいなスタイル。なんかその出血死させるとかね。まあそういう説もありましたよね。鋭利な歯でね、いっぱい出血死させて、食べるみたいなね。そんな、説もあったみたいですね。いやー、
攻撃力3分の1っつってもめちゃくちゃ強いよ。で、T-Rex がでかいっていうね。まあ、ディノクライシス2の、あれはね、あのムービーシーンを見たら、一発で吠えますわね。あれは架空だけど、まあ、あんな感じだったかもしれない。当時、この恐竜のね、世界で生きてた人はいないんだから、見たことがある人はいないんだからね、まさにあんな感じだったかもしれないね。まあ、距離が遠すぎると。生息してる距離が遠すぎるけど、アルゼンチンと北米っていう。まあでもまあこっちはまあ南の帝王っていう感じですよね。はい。めちゃくちゃでかいんで。T-Rexがでかい。やばいですよね。はい。いや、かっこいい。はい。ということで今回はこのギガノサウルスをね、作ったんですけど、まあ、本当のリクエストはギガノサウルスでバトルしてくださいということなので、まあどうせバトルするなら艦隊で行こうかなっていう感じなんで、まあ、艦隊作って、次回、まあ、バトルしようかなと思います。はい。ということで、ちょっとギガノサウルスに関してはね、ちょっと熱く語ってしまいましたけど、まあ、本当に僕一番好きな恐竜なんでね、これ、ギガノサウルス。はい。ということで、皆さんもね、このゲーム、今後もね、多分、アップデートで良くなっていくと思うんで、ジャシックワールド3の映画も控えてるしね、まあ、第2世代のギガノサウルスに僕は期待しております。はい。ということで今回この辺で終了したと思います。